で、僕もパーカッションやってると必ずそうなってくるっていうか、無意識に手優位になっちゃうし、楽器ってほとんど手で弾くじゃないですか。だから手で捉えがちなんだけど、本質はそこにはないっていうか、こっちはもう枝葉の方だから、こっちが大事ってことね。はい、ではここからは実践的な、より音楽の中で現れてくるようなグリッド4のオフビートっていうのを取っていきたいと思います。これは赤色がビートのタイミング、足踏みのタイミングね。で、それをだいたいタイミング的に4分割して、1つ目は1234、1234、1234、1234の4なんで、134。このタイミングになります。これもこのタイミング的にはグリッド4の中に収まっているので、これが一番多分取りやすいと思うんだけど、で、もう一個、1音増えたバージョンで、1234、1234、1234、1234っていう。あ、これなんかよく聞くタイミングだなって思いません？太鼓で非常にこういうのよくある。で、丸3番は、これは1234、2、4、2、4、2と4ですね。これが今回やる、今回の最終目標です。これをつかめるようになりたい。16フィールの中でもこれが一番その16ビート的な、つまりハードな16のフィーリングと言えると思う。ガガ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 ガってやつね。こう交互に打つドラムとかパーカッションであれば、あ、ただそれ交互打ちすればいいじゃん。まあ、ある種こうですし、まあ、振り物で言えばこう、まあ、振ってる中で、まあ、このタイミングなわけなんだけれども、まあ、これをこうなるべくね、自分の体の中にインストールしていくっていうのを順序立ててやっていきます。1個目のタイミングなんですけど、これっていうのは、例えばそのビートを感じて、1234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 って頑張って取ってもいいんですけど、そんなことしなくても、もっと根源的な動きの中にあるというか、それこそその心臓のドクンっていうのもそうだし、なんかこう物を引っ張るとか、ザザザザザザとか、物を運ぶとか、ガタガタガタ、まあ昔だったら馬ね。まあ、今だったら電車でガタン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 っていうような一定の、リズム感っていうのがあると思うんですけど、つまりそれなんですよ。なので、1番はものすごく、トラディショナルな、ルーツミュージックとかからもう存在する、根源的なオフビートと言える。太鼓で言うと。こういうやつね。つまり1234、1234、1234で、今数字振っちゃったから前提がビートが1って感じなんだけど、もう4から始まるっていう感じですね。C1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  っていうカウントで言うと、まあ分かりやすいね。 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4。 こういうフィーリングになります。 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 で、ビートはやっぱりこのカウントしてる方なんですよ。なんで、その前に予動が、準備動作がつくっていうタイミングで言うと、あ、うん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 、あ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 、今回もこのステップで感じていくわけなんですけれども、前回はちょうどこの着地のタイミングと足を上げるタイミングが大体こう交互のタイミングになるようにしたので、うん、あ、うん、あ、うん、あ、あ、まあ、ちょうど半分のフィーリング、
エイトフィールが感じられたわけなんだけれども、今度はこの着地のタイミングを気持ち長く取る。大体でいいのでちょっと長めに取ってみてください。はい、このタイミングで着地。で、上げるタイミングを結構ギリギリまで粘るというか、はい、ちょっとしばらく歩いてみて、そのうちあーっていうタイミング流しますんで、そこで足上げてしてください。できましたでしょうか。なんならこれもう普段からこうやって歩いてる人多いんじゃないですか。だから極めて、根源的な原始的なオフビートと言えるよね。早いのでもいけるかどうか試してみようか。90です、これ。はい、これで今1の取り方できるかどうかっていうのをやってみてください。どうぞ。1、2、3、4、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 
テンポアップ。これまたやってみよう。足からやって、慣れたら手を加える。はい、お疲れ様でした。これぐらいだと気持ちよくないですか。じゃあ2番いってみよう。これ簡単よ。これは前回やりましたこのビートの裏のタイミングですね。これとこれを体の中でこう両方感じてるっていうか、両方とも捉えてるっていうイメージです。まああえてこの音で出すと、
うんたた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 って、まあ、よく聞く感じになるわけなんだけど、はい、まずこの裏のタイミング、ジャスト裏のタイミングでステップを踏んでみてほしい。うんあ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 、そしたらさっき感じたタイミングを合わせてその流れの中で感じるっていう感じ。ああ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 、できそうな人は何かこの体の足のモーションとか、うん、ああ、うん、2段階で上げるとか、うん、ああ、うん、ああ、上半身も使ってその4番目のタイミングを捉えるとか、ちょっと各自試してみてください。やりたいのは、このフィーリングをこの体の動きで捉えたいっていうことです。で、今度手拍子。基本的には8を取るつもりで手拍子する。で、この時に手拍子をもう一発叩くっていう感じね。うんたた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 になるんだけど、たたっていう2回叩いてるタイミングで、この足の動きあるいは体の動きも何か合わせられるとより強固なものになります。足だけで取れる人を取っていただいて、体も合わせて取れる人は取っていただいて、はい、まず手拍子なしで感じてみてください。よし、お疲れ様でした。じゃあちょっとテンポ上げるね。体で取って。慣れたって。はい、お疲れ様でした。手を2回叩くからこの手の意識すごいいっちゃうと思うんですけど、やっぱり根底っていうか一番ベースはこっちなんですよ。はい、で僕もパーカッションやってると必ずそうなってくるっていうか、無意識にやっぱり手優位になっちゃうし、楽器ってほとんど手で弾くじゃないですか。だから手
手で捉えがちなんだけど、本質はそこにはないっていうか、こっちはもう枝葉の方だからこっちが大事ってことね。これがある前提でこれがあるっていうことを、忘れないでおくといいことがあるよ。はい、最後これよ、これ3番、これが今回一番やりたいやつでお待たせしましたっていうやつなんですけど、先に言うとむずいっす、むずいのでできなくてもへこまないでください。でこの、フィーリング、つまり、タイミングで言うと、このタイミングが取れると最初に言ってたこのハードな16のビート感フィーリングっていうのが取れます。で逆に言うとこっちが取れてればこの裏って取れるので、ちょっと私が考える一番簡単な方法で解説するね。貧乏ゆすりって皆さんできますか？貧乏ゆすり、まあ座っててもいいですよこの場合は。この場合は片足だけで こういうこと、要はこうつま先の方を軽くついてかかとでこう貧乏ゆすりする感じ。まあ立っててもできる人は、軸足を置いてこう取るみたいな。貧乏ゆすりしてこのタイミングをコントロールしてこの16フィールにしたいわけですわ。トン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 。でこの上げるタイミングもこのリズムの中に収めてほしいの。トン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 って感じで。つまり倍の速さで踏んでこの振り上げるタイミングも感じるってことだね。うんあ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 ダウンアップ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 でこれリズム感じてます。でこのタイミングに合わせて手の方も考えると、タイミングとしてはグッて着地した瞬間に手はリリースして足を上げた瞬間にクラップする。はい、これぐらいだったら、これぐらいのテンポだったら気持ちよくいけると思うんだけど、最終的にここまでいくんで、たん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 た、ちょっとこのスピード感まで対応できるくらいにちょっと準備しといてください。これ方法1、ビートを片足乗りしてこの倍で取る。ドド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 うん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 、その反対を手で打つ。あパターン2は前回やってるのの2倍速だと思って、このドンに対して2倍の速さで右左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 こう乗る。うん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 、でこの裏を感じるって感じね。ああ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 あ同じく手は着地のタイミングでやっぱりリリースして足上げのタイミングでクラップ、はい。まあ、要するに貧乏ゆすりがこう両足に振り分けられたっていうだけなんだけど、こういうこと。で、今倍で撮ってるから、あ、単にこれただ8フィールを2倍のテンポで撮ってるだけじゃんっていう感じになるから、
ビートのこのドンのタイミングはにウェイトを置くっていう感じ。ドドド倍で踏んでたとしてもド、右左で踏んでたら右足の方だし、貧乏ゆすりの場合はドンの時に気持ちウェイトを乗せるようなタイミングを取っていただくと4ビートで取りながら16フィールで、取れるというふうになります。いやちょっと体の動きついていけませんっていう場合は、例えばこう4文字の言葉で置き換えるっていうのがすごくイージーな方法です。本質ではないんだけど捉えやすい。例えば分かったっていう言葉ありますね。分かった、あ分かった、繰り返すと分かった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 で、かとたのタイミングがオフビート。分かった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 今言ったどれかっていう感じですね。まあ他にもあればぜひ教えていただきたいんだけど、まあ、大きくはこのあたりで取れるといいと思います。最終的にですね、目標はこれくらい、これで3のタイミングをちょっと取ってみてほしい。ああ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 、まず一つ貧乏ゆすり、貧乏ゆすり、タン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 、ああ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 あ、これを左右に振り分ける。で最後言葉で、4文字4分割、分かった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 。あのビートは足で取っているといいと思う。分かった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 、はい、言葉に置き換えるっていうのはすごくいいと思う。ただやっぱりこっちが土台なんで、まあ言いながら取っておくといいと思う。こっちのビートを分かった